これからご紹介するのは、ギターオークションに使われたカタログについて、ご紹介したいと思います。エリック・クラプトンは、過去に自分のギターをオークションにかけて、自らが経営するクロスロードセンターというですね、薬物とアルコール依存症の患者を治療する施設をアンティグアという島に建てて経営しています。そこの運営資金のために3回にわたりギターオークションを行って運営資金を捻出しているという感じですね。でその時のギターカタログをご紹介したいと思います。まあなんだろう、クラプトンサイドが発行したオフィシャル本みたいな位置づけなんでしょうね、だと思います。まず1回目、1999年クリスティーズで行われたギターオークションになります。こちらにはですね、こんな感じでギターと、そのギターが実際に使われていたという証拠写真とともに、掲載されている、そういうのが基本パターンになっています。でこの時の目玉はこっちですね、レイラを録音した時に使用したギターもオークションにかけられたと。そういう目玉の多い、オークションだったんです。なんせ1回目だったんで玉があったんですよ、いろいろと。で回を重ねるごとに、まあ目玉のギターの落札価格が、高騰していきましたが、この時は言ってもブラウニーの金額が、まあそれでもその当時最高額だったはずなんですけれども、45万ドルで落札されたのかな。でそれにいろいろと手数料とかなんとかが乗っかってまたさらに上がってったはずなんですけどもね。でこちらのですね、ギターの写真については、私の知り合いがいろいろなところから写真を手配して、こちらに提供している、という次第です。で、まあ例えば、ウェアズエリックのファンクラブの会長であるトニー・エッザーさんだとか、あと、トニーと非常に仲良くしていたアーティスト専門のエンターテインメント専門のフォトエージェンシーを経営していた、ニューヨークで経営していた、バージニア・ロールさんという女性、なんかが、写真を集めて探して集めて提供してという感じだったんです。でそんな中でですね、私の写真もですね、この時は2点ほど採用されておりまして、それをちょっとお見せしようと思います。このですね、下に使われている写真ですね。でこれは95年のブルースツアーの時に、使用されたギターがこのように出品されたんで、それを使っている証拠写真としてこの私の写真が使われているという、そんな感じですね。でまあいろいろとこの写真、このギターの証拠写真をまあいろいろと候補があったんですけれども、光栄なことにこれについてクラプトンが選んでくれたというふうに聞いております。でまあこういうギターのその解説のところにですね、エスティメートといってまあ予想落札価格っていうのがですね載ってるんですけれども、いずれもですね桁が違いました。もう全然高かったですね。
こちらはですね、アイムトワナウのレコーディングだとか、あとまあライブでもシナーズプレイヤーとか、ああいった曲を演奏するときに使われていた ES335 ですね。でその証拠写真としてこちら、これも私が撮影したものを採用してもらいました。この99年の時は、全部で105点出品されていました。で、まあ、大半がギターだったんですけれども、中にはギターアンプだとか、あとギターストラップ、あのジャーニーマンツアーの時に使われていた、あのジャーニービル・サーチの手によって作られたあのキラキラしたビーズのね、ストラップなんかも出品されていました。これが99年ですね。でこちらが2004年、5年後にまた第2回目が開催されました。その時の、オークションのカタログになります。でこちらはですね、こちらもあの1回目に続きクリスティーズが主催しています。目的もやはりクロスロードセンターの運営資金捻出のために作られ、あの開催されたオークションになります。構成はですね、1回目のカタログと同じく、出品されたギターに、こういう出品されたギターに対して見積もりじゃないや予想落札価格だとか、ギターの説明だとか、あと使われていた証拠写真が一緒にこんな感じでね載っけられているという。ちなみにこの写真も私が撮りました。使ってもらってます。続いてはですね、もうさすがに弾はなくなってきたのか、3回目のオークションは非常に薄くなっちゃってます。で主催はですね、今回はこの時はクリスティーズからボンハムというところ、オークションの主催になってます。ボンハムというところが主催しています。でこの時はですね、もうギターはあんまり、ギターの比率がすごく減ってきて、まあ、ギターあるにはあるっちゃあるんですけど、アンプの比率がですね非常に大きかったですね。あとクラプトンじゃない人が使っているギターなんかもあったんじゃないかな。でこの回になっちゃうと、さすがにあの頻繁にステージに使っていたギターというのがあの少なくなっちゃったのか、こんなギターを、これと似たギターをステージで弾いてましたよ的な、そういう写真になっちゃってきてますね。例えばこのバードランドの方なんですけどね、これ実際使われていたものかどうかわかんないんですけど、まあ2009年製って書いてあるから、まあ最近のギターなんでステージで使ってたかどうかは怪しいし、でここに使われている写真は、95年に私が撮影した写真なので、これは間違いなくヴィンテージのギターなんですよ。なのでこの写真は証拠写真ではないんですね。まあそんな感じでちょっと整合性が取れなくなってきたし、ギターの比率もちょっと低くなってきたという、そんなオークションでした。